トニー・オクスレイはイングランドのフリージャズドラマーであり、インカズレコーズの創設者の一人である。オクスレイはイングランドのシェフィールドで生まれた。8歳までに独学でピアニストを目指した。彼は17歳でドラムを演奏し始めた。シェフィールドではヘイドン・クックに教えられた。彼は1950年代にロンドンのロニー・スコッツ・ジャズクラブに滞在した後、 町へと戻った。1957年から1960年にかけてロイヤルスコットランド連隊に属するブラックウォッチのミリタリーバンドにいた間、彼は音楽理論を学び、ドラムの技術を向上させた。1960年から1964年まで、彼は地元イングランドで演奏し、カルテットを率いた。1963年、 ジョセフ・ホルブルックとして知られるトリオで、ギャビン・ブライアーズとギタリストのデレック・ベイリーとの演奏を始めた。オックスレイは1966年にロンドンに移り、ロニー・スコッツのハウスドラマーとなった。そこで、ジョー・ヘン・ダーソン、リー・コニッツ、チャーリー・マリアーノ、スタン・ゲッツ、ソニー・ロリンズ、ビル・エヴァンスなどのミュージシャンと1970年代初頭まで演奏を共にした。彼は、ゴードン・ベック、 アランスキドモは、マイク・パインが率いるバンドのメンバーでもあった。1969年、オックス・レイは、ジョン・マクラフリンのアルバム、エクストラポレーションに参加し、ベイリー、ジェフ・クライン、エヴァン・パーカー、ケニー・ホイーラーとクインテットを結成して、アルバム、ザ・バプタイズ・ド・トラベラーをリリースした。このアルバムに続いて、グループは、ポール・ラザ・ォードをトロンボーンに迎えて、セクステッドとなり、 1970年のアルバム4 Compositions for Sex t e をリリースした。同年、オクスレイはベイリーやその他のミュージシャン共同組合とともにインカズレコーズの設立を支援した。1970年にはオーストラリアのシドニー音楽院で3ヶ月間のアーティスト・イン・レジデンスの仕事を受け負った。この頃、彼はロンドン・ジャズ・コンポーザーズ・オーケストラに参加し、 ハワード・ライリーと協力した。1973年、彼はサウスウェールズ州バリーのジャズ・サマースクールで家庭教師となり、1974年に彼はアングラー・アプロンというバンドを結成した。1980年代を通じて、彼はトニー・コー及びディリエル・バレと手を結び、この10年間の後半にセレブレーションオーケストラを開始した。 オクスレイは1989年にアンソニー・ブラックストントツアーを行い、セシル・テイラーとの協力関係をスタートした。1993年、彼はトーマス・スタンコ、ボボス・テンソン、アンデルス・ヨルミンとのカルテットに参加した。2000年、彼はイーバル・グリッドランドとトニー・クラフテンとのトリオによるトニー・オクスレイプロジェクト1のアルバムトライアングラースクリーンをリリースした。 ザカルテット、ありがとうございます。